Merhaba Leyha, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dunk'ın 7. bölümünü izliyoruz. Dilerseniz geçelim, izleyelim. Daha fazla Dunk hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Emur killed. Killed off. Dunk. İntro fena ya. Bayağı hızlı başladı lan. What? Anası gözlü ya. Okay, bullet train. What? Wow. Enerjileri bayağı iyi lan. Biraz da garip tabii. What? Peki. Bu ne? Allah. Peki, bayağı garip lan. Wow. 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 Peki. What? Allah'ım. Allah'ım bu sıçramalar ne? Orange. Okay. Çok iyi ya. Çabaş tamam. Tamam tamam. Hey. Ayşerze. Ayşerze. Wow. Lan deli ya. Çok iyi lan. Wow, bu ne enerji? Bu ne enerji? Bu ne enerji ya? Bu adam enerji bro. What is this? Çok iyi. Allah. Ne oluyor ya? Sky High. Nice. Çok iyi. Çok iyi değil mi? Allah. Tıkkuy ya. Vah. Allah'ım. He's insane. Nice. Ah, enerjiler fena. Allah'ım. Aki o inana. Let's go. Japon から世界へ。ダンサーとボーカルシーンに垣根のない新たなカルチャーを作るプロジェクト。Geçelim buraya, intro'ya geçelim. Batman. Batman. コラボされましたけど、どうでした？俺は付き合いしたよ。いやー、俺気合い入ったもんな。なんだろう。
すごいと思うわけ。超特急さんにはお話ししたけど、葛藤もある中で、その他のチームがかっこいいなっていうことをやってる中で、自分たちがかっこいいとは思ってないけど、でもこれをやるんだって腹決めてやってるんだっていうのを長年やり続けてる人にとってのその矜持というかさ、それを汚しちゃいけないという、すごい緊張感ありました。OK。OK。某日、スカイハイから超特急へ質問。わーい。スタイルがそのどんどんその方向に尖っていってるから からなんかこうそういうのってどういう話し合いとかで決まってったんだろうと思って聞きたくて。ステージの上ではなんかかっこよくあるべき、あのなスターであるべきだってずっと思ってたので、で変顔してるんだろうとか、ああそうですよね、でこんなコミカルなダサいダンスしてるんだろうとかっていう葛藤はやっぱりずっとありましたね。なんかそこからこう、まあ、抜けたのか、まだやっぱ、まあ、そんな簡単になんかこういうもんじゃないから、それでもこう、振り切れるのってどういう心境があったりしてとかってあります？いろんなその外部のフェスとかに行って最前で携帯を見てる方とかいるよね。いらっしゃるんですけど、それはもちろんその自分の楽しみ方があるので、そこをなんかダメとも言えないし、ね、そうダメとも言えないではないんですけど、でもそういう方々が僕たちのパフォーマンスを見て何おもろみたいな感じで超特急っていうこの名前を知ってもらえるだけでも、すごくこの自信につながりましたし、まあ、あとはやっぱりその日頃応援してくれてる8号車、僕たちのファンのことを8号車って言うんですけど、その人たちがやっぱり信じてこうついてきてくれてるっていうのがまあ何よりでかいのかなっていうのは思います。あれは結構自分の人生でやっぱり触れてこなかったものだから。そうですよね、今までの日高くんのこのパフォーマンスにはない要素ですよね。ない中2からない。中2ではあったんですか？いや、中2のロックバンドやってた頃から。ああ、なるほど。そう。やってないから、あれを。でも、あの、弱いのは強えぞのシャウトは俺しびれましたけど。チョキーや。会場のロックさんです。あらん。ってなってましたよ。超強気のファンで皆さんも絶対嬉しかったと思います。そう言っていただけると本当何よりですよ。ある、確かにダンクでないと見れないっていうこと。いや、間違いない。うん、バッタマンでオファーくれたっていうのは意味あることなんだなって後から思いました。ナイス。お願いします。はい。いや、僕あの本当一人でやってるんですけど、急にでやられるにあたってなんかプラスなこととマイナスなことみたいなのあったりしますか？プラスなことはね、毎日本当あの男子校みたいな感じで楽しいですし、マイナスのこと言え楽しさがあったり、あとやっぱみんなで同じ夢を目指してるんで、なんかそういったところで一体感だったり、今パフォーマンスのみんなで揃った瞬間の気持ちの良さといいますか、俺たちやってやるぜっていう、なんていうのやってるわみたいな青春みたいな感じですね。やっぱそこはちょっと憧れあるんですよ、やっぱり一人でやっててたまにちょっと寂しいなみたいな。なくはないんで、やっぱりグループとか見てるとすごい、まあ、逆もしかりで、ガー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 って騒いじゃってて全然まとまんない時とかもある、みんなみんな話聞いて、それはイエス。いやでも本当あのリハーサルも拝見させてもらって、僕ありがとうございます。いや本当かっこいいっていうか、9人だから出る迫力っていうのがすごいリハからも伝わってきて、かっこいいなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。オッケー、皆さんここからもっともっと最高一日にするために一緒にバッテンダンスを踊ってください。皆さんバッテン作っていくよ、せーの、はいはいはい、最高、オッケーオッケー、はい、やりましょう。オッケー、ナイス。ショートバック。いい。いいや。ナイス。I love ロケットモード。
わあ。わあ。わあ。オッケー皆さん、今からボーカルの2人が歌ってくれます。皆さんは思いっきり捧げてほしいと思います。慣れない皆さんもたくさんいると思うけど、一緒に捧げてください。真似して、はい、いいね、わあ、いいね、わあ、わあ、えい、Yeah! ねえ、チョキラン、あの、もう帰ってるのバヤイミシポロだ。出るよ。Nice, güzel ya. Wow. カプセルトークだって。ちょっと今日の回です。ルカです。アロハです。よっしゃ。お。自分の名前にミドルネームをつけるなら何？いやもうそれは決まってるでしょ。ジョン・F・ケネディみたいなことかな。草川なんとか拓也。草川アロハ拓也でしょ、もう。うわ、かっけえ。俺、草川アロハ拓也。じゃあ、私も行きます。ザザン。ストレス発散法は？おぉ。あー。これマジなんだけど、友達と意味わからんぐらい長電話するっていう。2、3時間電話して、いろいろ全部話したりとか、まあ、向こうのも聞いたりとかして、うん、で、美味しいもん食べて寝る。それが一番。電話しましょう。電話しましょう。電話しましょう。できません、この見てる人とは。080。あー。あー。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。回っています。回ってます。レック中です。はい、じゃあちょっと自己紹介させていただきますか。はい。はい、たかしやで。しゅうやです。まさひろです。はい、はいはい、じゃあまさひろ最初に行きます。はい、やってよ。行きます。何だって質問は何でしょうか。どういう質問が入ったんだよ。お、出演してみたいテレビ番組は何。うわ、うわ、これめちゃめちゃ大事。大事ね。うわ、めちゃめちゃあるな。俺結構テレビっ子だから、はい、いろんな番組見てたんですけど、まあそうですね、やっぱしゃべくりセブンとか憧れじゃないですか。あー、もうやっぱもう目指すべき場所よね、確かに。まあ、あとダンクも今後、うんうんうん、いや、出たすぎる。出たいですよ ね, ね、はい、だって今後もしかしもっとね、繋がって、広がっていくと思うからね、はい、なのでぜひスパンサルラーモナ君お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ次、キャンディクリアン、いきますか。たかし、いきます。なるほどね、そういうなんかそういう系の質問ですね。パーソナル的なイエローです。ボン。自分を動物に例えるなら。なるほど。なんですけど、僕がよく言ってるのはパンダかゴールデンレトリバーなんですよ。あー、かわいい。基本的にあのでかい、確かにでかい系の動物は僕だなっていうふうに思ってます。身長はいくらですか。値段みたいに言わずに、いくらですか。身長は180です。あー、we have the same height。 なんでパンダかゴールデンレトリバーで覚えてもらえて嬉しいです。か、キリンです。キリンです。あながち間違った。僕たちはショートキューでした。ありがとうございます。ありがとうございます。来ましたよ。気になってたこのカプセルトークというもの。僕たちはショートキューです。レオガです。ユウキです。アルです。よろしくお願いします。ピクタープラン。よし、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 コインゲット。何が出るか、何が出るかな。何が出るかな。じゃじゃん。ちょっと長い。あなたの取扱説明書使用上の注意には何が書いてある。わあ、いいじゃん。使用上の注意ですよね。はい。
リハ中にチョコを食べるな。え？ちょっと自分の気をつけて。じゃあです。あのもう僕リハ中にお菓子禁止にしてるんで今年1年間。食べさせるなってことかな？食べさせるなってことじゃないの？あ、そうです。じゃあ食べさせるなです。以上でーす。またお前らも違う。ごめんなさい、なんかやっぱ。バカ。ごめんなさい。バーガーしっかり締めてください。わけわからなすぎ。ほんとごめんなさい。よいしょ、これは来たんじゃない。どうかん、今朝は何を食べましたか。今朝はね、どうでもいいんだよ。明太子マヨおにぎりと、全然あなたの、あとなんだっけ、もう一つね、おにぎり、おにぎり俺2個、あ、そう、ももの焼き鳥タレ、タレを食べました。そしてあとなんかね、じゃがいものなんかポテト、なんか海苔塩みたいな、なんかポテトのやつと、あともう一個ね、おにぎり食べたんだよな。どうでもいいな。なんだっけな、待ってください、明太子おにぎりと鮭おにぎりです。はい、よいよいよいよ、ふぅーみたいな、なんない。いや、朝ごはん、そのなんか、なんか海外志向のなんかめっちゃ健康にいいオートミールみたいな、そうそうそう、なんか出てきた、芸能人だってなるけど、うん、え、このお題に対して文句言ってんの？あなたのその生活に文句言ってる。向いてません。はい、ということでカプセルトークでした。バイバーイ。ダンクサイファー0311、はい、わかり、わかり、1日目、ちょっと若干の緊張感はあった感じがあります。僕は5日の時の雰囲気と全然違くてびっくりして、違った。僕は5日は5日でソロが多いから、うん、ああそういうことかな。そう、グループはさ、そこには安全性があるじゃん、はい、でも違うグループの方が いるよいるよってなったら、えしゃばりやがってって思われないかなとか、俺たちばっか出てないかなとかさってなっちゃうけど、もう ソロだからさ、一人一人でやるし、しかもまあ健三さんとか黒子さんとかさ、で BFQ も含めて、まあダンサーがいっぱいいたし、で歩夢くんがカロワってくれたのも含めて、割とすぐユナイトするけど、グループの方がいっぱいいる時のサイファーはドキドキしたね。いや、ドキドキました。以上、ダンスリバースでバキルでタンクでした。じゃあ最後全員で祭りと行こうか。エンティーム、うまい、ハルキューズブルだ。そして XY から藤君の P、 そしてバリスティックボーイ、いやー、初期技術家だ。そしてシットキングスコラボのショウヤ、ハヤテ、ユウキヤ、マサヒロ、 BFQ、 BFQ、 BFIRST。 紹介漏れない、紹介漏れない、呼ばれてないって人いない。俺すげえ怖かった、これずっとフシ君とピーブ呼んだもんね。じゃあ最後、ひと遊び行こうか。うまっ。 iPhone で撮っていいぜ、写真なり動画なり SNS にぶちまけろ。うわー、仲良いからもう一回。撮る人は踊りながら、踊りながら撮るぞ。オートレッツゴー、ジャッジャッジャショウタ、わあ、ナイス。
ね。おー、オッケー、オッケー、オッケー。ナイス、ナイス、ギザル、アマン。オッケー、ニコラス。わー、he's so good。わー。わー。çok iyi lan、ニコラスの gelmesi bayağı iyiydi bu arada。わーわーわーノーディアわーわーえいわな What is this? じゃあそろそろ行くかい？ラストスパート。いいよ、いいよ。へえ、タイキュア。わあ、オッケー、早く。わあ、タイキュア。わあ、わあ、いいぜ、インクラドマ。Hello, thank you. Yeah. Thank you. Hello. Nice. Çok iyiydi lan. Ay, bayıldım ya.わあ、ちょっと、Yeah、he's so enjoying this。わあ、ちょっと嫌いだね、Allah。Wow。わあ、え、影響があるけど。チョキーダンダンダン。わあ。レッツゴーレッツゴーダンダンダン。いやー。ウィーン。ウィーン、ネズボだ。Nice, nice. Herkes kalktı gidiyor ha. Vah. Nice. 何か見たことないことにしようと思ったんですけど、見たことないことっていうのは説明が伝わりづらいってことだと思うので、その中で参加してみたいなと思ったりやってみたりしてくれた皆様、本当にありがとうございます。Yeah.ずーっと上がりっぱなし、うん、こんなの本当に見たことないです。すごい、本当に MVP。 ぜひね、3月にも公開するんで、その
空気の違いを見比べてほしいです。見比べてほしい。若干緊張感あったなって。サイファーって要はみんながソロダンス回すんでしょじゃなくて、踊ってない人も含めて全員で空気作ってるもんなんだなっていうのをすごく分かりやすく感じてもらえると思う。Güzeldi, güzeldi. Neyse abi, videonun sonunda diyelim. Daha fazla Dank hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da bulursanız. Sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.